今日は泉区の仙台白百合女子大学で JA グループ宮城の担当者が鮭と昆布、梅のおにぎり合わせて300個を学生たちに配りました。おにぎりには化学肥料や農薬を減らして育てた宮城県産の環境保全米の一目惚れが使われています。 JA グループ宮城では米離れが進む若い世代に県産米のブランドを知ってもらい、もっと食べてもらおうと2019年から県内の大学を回っておにぎりを配布しています。こうやってもらえると朝ごはん食べようって思えるので嬉しいです。朝いつもパンです。だから新鮮です。あんまり食べないので。若者の米離れが話題となっておりまして、朝食をしっかり食べていただいて宮城米を知ってもらいたい、食べてもらいたい。 JA グループ宮城では今年度東北工業大学でもおにぎりを配布することにしています。